マックス、カールルートビヒ・ウィットマックルートビヒ・ウィットマックは、ドイツの農学者、植物学者である。ハンブルクで生まれた。イエーナ大学、ベルリン大学で学び、1867年に、ゲッティンゲン大学から博士号を得た。ベルリン農業博物館の学芸員を、学芸員を務め、品種改良の研究をした。1874年に、ベルリン大学で、教授資格を得て、 1880年から1913年まで、ベルリン農業大学で、植物学の教授。1880年から1920年まで、ベルリン獣医大学の教授を務めた。1875年から1905年の間は、農業試験場の所長も務め、ドイツ農業学会の養殖も務めた。農学の分野だけでなく、植物学の分野の著作も行い、 カール・フリードリヒ・フィリップ・フォン・マルティウスが編集した、ブラジルの喧嘩植物のライオザービリーの賞や、アドルフ・エングラーとカール・プラントルが編集した、野生植物のブローミリア化の賞を執筆した、雑誌、ガーテン・フローラの編集も行った、パイナップル科の植物の俗名、ウィットメキアや、種、クズマニア・ウィットマキーに懸命されている。ウィドムは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ルートビヒビト膜を示すのに使われる。ありがとうございます。